はい、どうもこんにちは、ナッチでございます。あと5日でクリスマスですね。あと4日なのかな、よくわかんないんだよな。クリスマスイブとクリスマスの違いが僕よくわかんないんですけど、なんかイブは夜を楽しむ的な感じがしますね。昔ね、うちもクリスマスツリーとか出したんですけども、まあ今年は出るわけもなく、サンタが来るわけでもなくね、僕は小学5年生ぐらいからサンタが来なくなりました。なんででしょうね家庭が複雑なんですね。いろいろあったんです。はい、ということで、今回はグレモリー使いましょう。ですね、紙タイプが対象なんでなんかイントネーションおかしかったな。紙タイプが対象なんで、多分闇のグレモリーよりサブが広い気がするけど、まあウルドとサナダぐらいかなって感じでした。まあ基本的にはこいつですね、ダンタリオンが頑張るって感じです。ダンタリオンで泥鏡を稼ぎつつ、サナダとグレモリーで列を稼ぎつつ、スキル使用倍率があるんで、ダンタリオンシステムとかでも強いかもしれませんね。はい、ということでどっか行きましょう。スカーレットボコりたい。スカーレット行ってみます。スカーレット行ってみようか。ちょっとなんか似た者同士じゃない、赤い髪の悪魔ということで。半減もできますから、体力もねそんな気にしなくていいと思うので。ただレベルですね、レベルが上がりにくいと思うから、そこをねちょっとどうにかしないといけない。まあどうにかしたい、どうにかしようと思ってできるわけじゃないんだけど、まあそれでもねちょっとやってみたいよね。いや星8クラスになったらこういうとこ行かないとね。これでまたイザナミとか行って、あ勝てましたとかだとなんか面白くもないので、ここ頑張ります。グレモリーから先使おうかな。グレモリー使います。あいつはヘイストがあるんでね、ダンタリオンはね、ヘイストは後から使っていきたい主義でございます。上で列組んじゃいましょう。どっちかっていうと列の方が火力出るパーティーなんで、列で火力出したいとこは列でいきます。まあ、ここはただ単に2体いるからって感じですね。ウェイがねウルドしかないんで、あんまりウェイはよろしくないんですよね。アルマデルさんでございます。メルディングマスクスで、マスクスってなんかね噛みそうだよね。マスクス、マスクス。さあいつも通り、一番の敵はね、このパーティー、これをはじめとする十字パーティーはね、一番の敵はキリスト弟子なんで、それだけ気をつけましょう。昔はね、操作時間が足りないとか、どうやって組んだら分かんないとかで、また違う原因があったんですけど、最近はね、みんなね、最近はみんなパズルも十字に慣れてきた反面、やはりそういうミスは発生するんですよね。さあ、これ十字じゃなくて列でいけますでしょうか。ちょっと不安でございます。下で列組んでから上で十字組みましょう。よいしょ。ちょっと怖いな。キラーとかもないし、レベルも21とかばっかだけど、ドドドド。まあ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 。これは一旦耐えて、次のターンに残りのメンバーで倒せばいいかな。OK。十字分もあります。まあここで列組もうとすると少し操作時間も減ってて怖いので、ここは左右で組んで、こんな感じでいきましょうか。よし、まあヘラが出てもちょっと待って、ヘラ出たらまずくないか。ここのヘラって3万だっけ。あ、3万もないか。闘技場とかのヘラだったらね、多分受けれませんよね、半減したとこでね。じゃあ革命チェンジしちゃおっか。確かグレモリーとロノウェは、楓とかと違って少しダメージ半減倍率、軽減倍率が低かった気がするんで、確かね、ロノウェは低いよ。多分グレモリーもね、一緒じゃないかな。はい、スカーレットまでやってまいりました。ここで少しダメージを与えないといけないんですよね、確かね。これで一回殴っといて、
行きますよなって、まあ、一応十字を組んでおきます。まで次ワンパンしてしまえばいいので、シャドウテイル暗闇か、めんどくせえな。じゃあここはおとなしく十字組んでもう一旦待機ですかね。まあ無効化も消えてるんで倒せなくもない気がしなくもない気がしなくもない。おい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 、めんどくせえめんどくせえ。メルティングマスクス一回使っちゃって、もうこれご利用し、ああ素晴らしい、十字の位置が素晴らしい。これじゃあ変に動かしたくないな、こう十字に触らんようにしてこうして、倒せるかなこれで。あ落ち込む来たし、いけそうかな。スキル使用倍率も乗りますからね。これでドスコイして最後は、この2人で倒しましょう。操作短縮あったっけ、魔獣が睨んでチッチッチだっけ。めんどくさめんどくさ、なんだこれめっちゃ綺麗だな。おい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 、なんだこの盤面、もうこれこうしてくださいみたいな、すごいですね時空調律素晴らしいわ。どうしようこいつの位置に困るんだけど、どこに置くべき、こいつこいつどこに置くべき。一番綺麗なとこに置きたいよね、ここ。いや列入れたいもんな、あのここでも列入るか、ここに置いてみよう。よくわからんけどこんな感じで、はいはい、よくわかんなかった、素晴らしいです、いい火力です、ということでございました。まああんまりねこのパーティーでこういうローグ型は相性良くなかったですね。まあでもこいつら捨て方高いので、ダンタリオンとかグレモリーはね、まあ相性悪くはなかったかな。どうなんだろう、レベル低くても、ああでも高かったな確か、進化前でも高かったんで。はい、ということで以上なっちでございました。また次回お会いしましょう。あ違うわ、ちょ感想言えよそうだね、ウルドとサナダは多分いろんな方持ってると思うんで使いやすいです。ただこいつだよね問題はね、こいつがいるといないではだいぶ違うと思うので、こいついる方はぜひこいつ組み込んでみてください。強いキャラクターなんで、ぜひ引けた方は使ってみてください。以上、ナッチでございました。バイバイ。